江戸川コナン、よろしくね、おじさん。このチビは行儀がええな。けど探偵さん、あんたはナットなんわ。ちっ、やりにくい親じゃの。殺された魚住さんのことなんか知らんか。ああ、なんでも元々鳥海が連れてきて。あかんあかん、これは口止めされとったんや。忘れてくれ。鳥海さんってどんな人なんです？したたかなやっちゃ。鵜飼の下におりながら細川とも通じとる。いや、むしろあいつが細川を動かしてるのかもしれへんな。魚の家の細川さんってどんな人なんです？俺にとってはええ人や。けど裏があるからみんなには嫌われとるわな。裏ちゅうと？この辺のな、土地を買収する話動かしてたんや。土地を買い占めちゃうの？ああ、そや。今のうちにまとめとけば、いずれ高い金額で県や国が買い上げてくれる、そう言うてたな。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？俺はああいうしっかりしてないやつが大嫌いやからな。悪い表でもついいじめてしまうんやな。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？まあええやつなんやけど若すぎるで。あいつはもう少し苦労して世間を学んだ方がええねん。アラビア美術館の速水さんってどんな人なんです？あいつか。お高く泊まってて好きになれんな。それだけや。殺された魚住さんのことなんか知らんか。ああ、なんでも元々鳥海が連れてきて。事件についてなんか心当たりは？もうええやろ、俺関係ないんやから。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらうか。ええ天気やからな、散歩しとったんや。警察にもちゃんと言うて証人見つけてもろとるで。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらう。ええ天気やからな、警察にもちゃん。このおっさんのことやからもっとごっつい部屋かと思うけど、こうしてみると意外にすっきりしてて趣味も良さそうな感じやな。なるほど、ありがとう。細川さん、ちょっとええかな。ああ、君か。どうだね、捜査の方は進んでいるかい？まあまあやな。期待しとるよ、高校生名探偵服部平一君。そら、どうも。殺された魚住さんのことなんか知らんか。
だから今日付けで私の秘書になったばかりなんだよ。それなのに。鳥海さんの紹介やって聞いたんやけど。実はそうなんだよ。ただ彼から口止めされててね。やっぱり早見さんのことを気にしてるんじゃないかな。鳥海さんってどんな人なんです？なかなかの好青年だよ。僕も親しくさせてもらってるよ。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？若いのにあれだけのものを持ってるんだ。大したもんじゃないか。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？気が小さいやつでね。だから噂とかすぐ気にしちゃうんだよ。アラビア美術館の早見さんってどんな人なんです？見かけ同様しっかりした女性だよ。もっとも鳥海君には弱いらしいがね。イノシシの館の猪木さんってどんな人なんです？ああ、あいつかね。ちょっとした遊び仲間さ。それだけの関係だよ。事件について何か心当たりは？ああ、さっきも言ったはずだよ。勘弁してくれないかな。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらうか。さっきも言ったように獅子崎君と会ってたよ。確認は取ったんだろう。細川さん、なんや土地の買い占め進めてるらしいな。さすが服部平次君だ。もうそこまで調べたのかね。その通りだよ。もっとも私は異国間全体のためと信じてるがね。見たところ標本やら剥製やら全部魚に関係したもんばっかりや。けどなんか鼻にツーンとくるな。標本にでも使う薬品の匂いみたいやで。なるほど、ありがとう。ああ、また君たちか。何か聞きたいことでも？殺された魚住さんのこと、なんか知らんか？申し訳ないが、何にも。細川さんの新しい秘書っていうくらいでね。鳥海さんってどんな人なんです？いいやつだよ。いろいろ相談に乗ってくれたりしてね。間違いなく僕の数少ない友達の一人だな。魚の家の細川さんってどんな人なんです？簡単に言えば金の亡者だな。あん、そういや細川、ああそうさ、実はさっきもその話でね。なるほどな。で獅子崎さんの意見は？まあ鳥海からも頼まれてるし、条件次第さ。渡り鳥の館の鵜飼さんってどんな人なんです？まあ細川さんとは仲が悪いね。間に入っている鳥海も大変だよ。アラビア美術館の早見さんってどんな人なんです？プライドの高い人だよ。僕はちょっと苦手なタイプだな。イノシシの館の猪木さんってどんな人なんです？あいつは儲かる話なら何でも飛びつくやつさ。だから
細川さんとはいいコンビだよ。もっとも本心はよくわからないけどね。事件について何か心当たりは？そうだね、細川さんに恨みを持ってる奴の犯行か、それともどちらにしたってとんでもないことになったもんだよ。細川さんは事件が起こった時あんたと一緒にいたらしいな。ああ、土地買収の話を散々聞かされたよ。なるほど、ありがとう。魚住さんのことをなんか知らんか？私は何もやっていない。彼女とは面識もないんだ。信じてくれ。ここの副館長の鳥海さんってどんな人なんです？あいつは頭も切れるし二枚目さ。早見さんに好かれるのもわかる。それに比べて私なんて。魚の家の細川さんってどんな人なんです？くそ、あいつはまるで今では異国間外のリーダー気取りさ。そういや細川さん、なんや土地の買収進めてるんやて？ふん、あいつになんか誰が売るもんか。ちゅうことは鵜飼さんは反対なんやな。サバンナの家の獅子崎さんってどんな人なんです？若いのにしっかりした男さ。あの細川とも互角にやるんだから。あれだけの才覚が私にもあればな。アラビア美術館の速水さんってどんな人なんです？彼女は鳥海のことが好きなんだよ。もっとも彼にしてみれば。いいんだ、そんなことは。イノシシの館の猪木さんってどんな人なんです？あいつは大嫌いだ。いつも私のことをバカにしやがって。事件について何か心当たりは？わけないだろう、そんなもの。だがこれで異国館外全体がイメージダウン。一応確認のためや。アリバイ聞かせてもらおうか。事件が起こった時かね。この部屋で調べ物をしていたよ。なるほど、なるほど。あれ？おらん。どこ行ったんやろか。